ちゃんとですね、人権が保障された形での精神医療の在り方っていうのはどうなのかというのをですね、やっぱり国連がせっかくああいう阻害所見を出していただいたわけですから、ここは立ち止まってですね、考えるべきだということをですね、申し上げておきたいというふうに思います。もう一点、伺いますけれども、この医療保護入院について、今回、更新がですね、期間はね、何ヶ月となりますけれども、この更新がですね、無限にできるものになっております。どうしても更新が必要だというのであれば、最低限でも更新は1回だけだとか、回数に上限をですね、設ける必要があるんじゃないでしょうか。設けなければですね、ずっとですね、本人の意に反した入院が続いてしまうことになります。いかがでしょうか。辺見障害保険福祉部長。今回の法案につきましては、入院患者の退院促進や地域移行を図るために、新たに医療保護入院の入院期間に6ヶ月の上限を定めるといった規定を置いたところでございます。この入院期間につきましては、期限の到来の際に精神科病院が入院の要件、これは医療の必要性や同意の能力等でございますけれども、これを確認するということが必要でございまして、単に家族の同意だけでは入院を継続できない仕組みとしております。個々の患者の症状等によりまして、必要な入院医療の期間も異なるため、一概に上限を設けることは困難でございますが、今回の改正案では精神科病院について、現行は努力義務とされている地域のサービス事業者との連携を義務とするなど、退院後の地域での生活を見据えた退院支援のさらなる拡充を図ることとしております。適切な運用に努めてまいりたいと思います。宮本徹君。ここはですね、本当に人権保障の観点から、この異常なですね、日本の長期の入院、どうやって歯止めをかけるのかというのをですね、真剣に考えていただきたいと思います。残された時間でですね、別の問題質問します。一般就労と就労系障害福祉サービスの併用についてお伺いしたいと思います。日常的にですね、就労系障害福祉サービスの支援を受けているからこそ、一般就労が続けられている方々がいらっしゃいます。今回の法案についても、現場で支援する方からは、1時間でも働けたら福祉サービスに利用制限がつくのが原則になるというのは、福祉サービスによる生活支援の放棄という感じがすると、こういう声もいただきました。自治体の判断で併用できているものについて、国が新たに一時利用だと法律に明記して、原則の利用期間、これを定めたらですね、私は絶対自治体の判断に影響しちゃうと思うんですよね。私はやっぱり法律上、一時に限るべきではないと思います。そして当事者のニーズに合わせて期間を定めずに、継続的に利用できることを明確にすべきだと思います。合わせてですね、例えば週10時間未満の超短時間雇用の方は、この期間制限の対象外だとか、こういうこともですね、明確にしていただいてですね、とにかく、継続的な併用をですね、必要な方にはちゃんといつまででもできるんだと、こういう仕組みにしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。辺見障害保険福祉部長。現行の制度におきましては、一般の就労が困難な方について、福祉サービスの利用がを認めているところでございます。こうした枠の中で、一般的な就労とはちょっと別の形、一般的な就労とは異なる形で、短期間の臨時的な働き方をされている事例があろうかと思いますが、これは今回の法律で想定しております一時的な雇用というものとは異なるものであると考えておりまして、こうしたところについて適切な運用がなされるように法制公募の運営において、しっかりと周知をしてまいりたいと考えております。宮本徹君。
短い時間の場合はそうだとか、例えば週20時間、30時間働いている方のケースであっても、週1回、就労系の福祉サービスを利用することによって、そこで、いろんな悩み相談したりだとかですね、支えられることによって、一般就労も続けられてるって方もいるんですね。こういう方についても、当然、利用期間を制限せずに利用できるようにすべきだと思いますが、その点はいかがでしょうか。辺見障害保険福祉部長。就労の形態、働き方等さまざまでございますので、ちょっと一概に申し上げることが今の時点では困難でございますけれども、法制交互において、現場において混乱が生じることのないよう整理をしてまいりたいと考えております。宮本徹君。一番大事なことはですね、障害がある方がですね、一般就労をする際にですね、それだけではなくて、就労を続けるためには、福祉的なサービスも必要だという方がいれば、その方もですね、しっかり期限を区切ることなく、ちゃんと利用し続けられることだというふうに思いますので、期限を区切ってですね、それが受けられなくなって、福祉サービスが受けられなくなって、逆に一般就労もですね、困難をもたらされるようになったら、これは本末転倒ということになると思いますので、そこはですね、本当にしっかりやっていただきたいことを申し上げまして、質問を終わります。次に二木博文君。委員長。二木博文君。有志の会の二木博文でございます。今日もまずは障害者の就労について説明、した上で、答弁いただきたいと思います。この間も議論出ておりますけれども、就労継続支援の A 型の施設がありまして、例えば私の地元でも、一次産業とのコラボということで、農福連携という言葉が定着したようにですね、障害者が農業になって、それで、そういった事業を展開していくということもあります。今日ちょっと大臣に改めて提言したいのはですね、やはり願わくば、今、日本全体でもですね、今後、労働力人口の減少でありますとか、あるいは私としてはですね、そういう障害をお持ちの方も、福祉の分野から一般の就労に移りたいという方も多々いらっしゃると思うわけですね。で、まずそういったマッチングのことも含めてですけども、まずですね、地元においてもそういった経営者、いわゆる障害者を本気でこれからそういった労働力人口の減少も踏まえてですね、雇用したいという方もいらっしゃると思うんですけど、かなりですね、改善はされつつありますけど、その啓発活動ですね。まず障害者の属性を知るとか、やはりお互いをですね、認め合う社会でございますので、やっぱりそういったことの啓発、ハローワークを通じてやってるということでございますけれども、大臣、このことに関しまして、経営者のまずそういった障害者の個々のですね、実態を知るということに関して、何かご意見ありましたら、よろしくお願いします。加藤大臣。障害者の方を雇用されたい、あるいは意向を持っている経営者の方も、私の周りもいろいろおられます。ただ、具体的にどういう形でそういった皆さんをこの働いてもらうのか、そのために何をすべきなのか、そういったところがなかなか見えてこないという、こんなお話も聞くわけでありますから、ぜひそうした今おっしゃっているように、その障害者の方が、通常の事業所で働けるですね、その環境をどう作っていけばいいのか、あるいは事前に少しそこで働いてみて、今のやり方ありますよね、少し馴染んでみて、あるいはそこでサポートしながら、そして定着をしていただくとかですね、そうしたさまざまな対策を講じていくことでですね、できる限り一般の就労に入っていただけるように、また障害のある方も一般の就労で働きたいって希望を持っている方も大勢おられると思いますので。そうした希望を実現できるように努力をしていきたいと思います。二木博文君。
雇用をするですね、経営者、あるいは人事部の方含めてですね、その大臣おっしゃったことの具体的なサポート体制として、ジョブコーチみたいな制度があると思います。で、やはり国の財源から申しましても、福祉でいるとですね、例えば、1人頭ですね、年間200万円ぐらい、いるというような試算もあるわけでございますけれども、それが例えば、障害者雇用、一般雇用に移行するとですね、例えば一番増えてて2万7000円としてもですね、35万円ぐらい年間で済むというふうなこともあります。ですから、障害者だからこの仕事はできないだろうではなくて、障害者でも可能性、ポテンシャル持ってますし、されどですね、例えば一つのこういった作業が得意で、すごく馴染んできて、信頼もできて、出世してですね、管理職になるっていう話をしたら、それをすごく重荷になったりするっていう、そういうケースもあると思うんですね。ですから、やはりそういった経営者、人事部の方も含めてですね、やっぱり障害者の属性をですね、やっぱりそのこういったいわゆる一人も取り残されない社会でございますので、そういった価値観、多様性をですね、重んじる、そういう面もこの障害者の雇用、労働行政においてもですね、大臣としてまたリードアシップを取っていただきたいと思います。そういう意味でハローワークの果たす役割は大きいと思うんですけれども、大臣、これですね、今、私が冒頭申し上げた、就労継続型のですね、A 型施設からこの移行した際の、いわゆるこの保険での収載があります、福祉におけて、おいけるですね、これをもう少しですね、例えば1年しか、そのいわゆるポイントというか、報酬がないわけでございますけど、それを伸ばすとかですね、就労継続で、そういった障害者がそこで、例えば得た経験、そしてスキルをですね、また一般就労で生かせた場合のインセンティブをよりですね、現場に与えるような、つまり、そこの就労継続の場である程度技術が整ったですね、経験を積んだ従業員がいると、そこでこう福祉だけで頑張っていって、それはいいことではあるんですけども、やっぱり一般就労に生かすということも非常に大切な目的でありますので、そういったインセンティブを厚くするというふうなことに対して、大臣、これ、影響はあると思いますので、どうでしょうか。加藤大臣。まず就労継続 A 型事業所、就労継続支援 A 型事業は、通常の事業所に雇用されることが困難で、雇用契約に基づく就労が可能な障害者に対して、就労や生産活動の機会を提供して、就労に必要な知識とか、能力の向上のために必要な訓練などを行う、こういう場でありますから、これを利用する中で、今申し上げた能力が向上してですね、一般での就労も可能になってくるという方もおられると思います。で、本人の希望、また今申し上げた能力の向上に応じて、一般就労への移行をもちろん支援していくということが大事であります。障害福祉サービス等報酬においても、就労継続支援 A 型事業所での就労から一般就労に移行して6ヶ月以上就労を継続している方がいる場合には、当該 A 型事業所を加算で評価するという仕組みを、令和3年度報酬改定において、その充実も図ったところであります。引き続き A 型事業所において、一般就労の移行も含めた、利用者のニーズに沿った支援の提供が重要であり、またそれに向けてですね、必要な方策を推進していきたいと考えております。二木博文君。大臣のご答弁ですと、ある種、その就労継続 A 型施設っていうものがですね、障害者の方が一般就労に向けての、訓練とかですね、そういったことを担っている可能性もありますので、私が冒頭申し上げたような形で、やはりその例えば就労移行支援の体制加算等のですね、増額とかですね、そういったその要件の緩和とかも踏まえてですね、こういったところに施設の方にインセンティブを与えていただきたいということを重ねて申し上げたいと思います。で、その上で、私も知的障害を持たれたお子さん、例えば友人としているわけですけれども、特別支援学校のですね、卒業した後のこのその人たちの居場所というのはすごく重要です。で、そういうことで、これもハローワークのですね、地域の持っているさまざまなその雇用する場、事業所のですね、方々の情報をですね、例えばそこの特別支援学校の先生に提供しながらですね、例えばそのそれぞれの子どもたちがその学校を卒業した後の就労につなげていくということも大切だと考えますけれども、そういったちょっと特別支援学校も文科省的なエリアになるわけでございますけれども、特にそのハローワークのそういったスタッフの方々のそういった連携ですね、その辺を大臣、どのようにお考えでしょうか。堀井高齢障害者雇用開発審議官。
答えをいたします。今二木委員からもご指摘があったように、特別支援学校等との連携、非常に重要なことだと思っております。そしてハローワークにおきましては、特別支援学校等と連携をして職場実習の実施も含めて在校時から支援を行うようにしております。そしてこれ以外にもですね、例えば精神保健福祉士の方、こういった方々を専門人材ということで配置をしまして、担当者制によって障害の特性に合わせたオーダーメイドの就職支援を実施をしているところでございます。そしてまた就職後におきましても、ハローワークで定着支援を実施をしたり、具体的な問題が生じる場合は地域障害者の職業センター等とも連携をしてジョブコーチなどの専門的な支援を行っている、こういった形で一貫した形での支援を行っているところでございます。二木博文君、ありがとうございます。ちょっとその、精神科の関係の方の問題にしていきたいと思いますけれども、私も医師としてそのだいぶ前になりますけれども、精神科のですね、病院の方に当直に行ったことがありますけれども、本当にその時の、環境というのは非常に、劣悪なものもありました。で、実際ですね、そこでそのルーティン的にこういう状態になったらこういうふうな薬物療法を施してくださいって言ったときに、やはりその男性看護師がですね、そういった、暴れようとする患者さんを抑えてですね、それでそこで注射をするとかいうふうなことがありました。で、こういったのは結構ある閉じた空間で起こっていることです。で、それで先ほど来ですね、やはりその、精神科病棟とかそういったところ、特にこうクローズなどな関係があって、今回のですね、この改正案にもあるんですけども、例えば入院者訪問支援事業ということがありますけれども、例えばその入院していない方々が訪問する、あるいは専門家が訪問するということがありますけれども、大臣にですね、ちょっとここでお尋ねしたいんですけれども、このそういったですね、精神科領域、特に病棟内のクローズ的なところでですね、行われる、そういった治療の一環というものと、今回問題にもなっています、この虐待、この見分け方というかですね、そういったのもある程度ですね、必要だと思います。で、この質問に先立ちましてですね、高齢者虐待防止法というのがありまして、もう例えば身体的人、心理的ですね、虐待でありますか、介護放棄、ネグレクトとかですね、あるいは性的虐待であるとか、経済的虐待とか、こう5つの虐待のテーマを、項目別に出してですね、そういった高齢者の虐待を予防するような法律があるわけでございますけれども、今回ですね、この辺のその見極めというか、さっき私が冒頭に申し上げた治療と虐待のですね、ある種のミリスが見たら抑え込まれて、それ、虐待じゃないのっていうふうに捉えるかもしれませんが、そういったところの、クローズな中で行われる、そういった行為ですね、それを大臣、なんかお答えいただければと思います。辺見障害保険福祉部長。ただいまご指摘いただきましたとおり、精神科病院では隔離身体拘束につきまして、精神保健福祉法に基づき、精神科実務経験を有し、法律等に関する研修を修了した精神保健指定医が、代替の方法によることは困難であり、医療保護を図る上でやむを得ないと判断した場合に、必要最小限度の範囲で、隔離身体拘束というものは行う。手続き、定められた手続きを経て行われるというものでございます。他方、今回の精神保健福祉法の改正案では、精神科病院における障害者の虐待の内容として、身体に外傷が生じ、もしくは生じる恐れのある暴行、わいせつ行為、暴言等の著しい心理的外傷を与える行為、衰弱させるような著しい減職、または長時間の放置などを規定することとしております。こうした隔離身体拘束と医療上の合理性が認められない虐待とは、一般的にはその状態が異なるものと考えられますが、通報される案件の中には両者のいずれに該当するかが一義的にはわからないものも含まれる可能性がございます。現場で適正円滑な運用が図られるよう、通報の手続きや通報を受理した都道府県の対応などについて、しっかりと明示をして適切に対応してまいりたいと考えております。二木博文君、いずれにしてもですね、なかなか現場のですね、実態把握、それ難しいと思いますけれども、やはり今までのこの歴史的な経緯がありますし、保険もある種その一般の
形と行政的に違うということもありますので、そういったことも踏まえてですね、私はこれ、定義づけ、そして Q&A 的なこともしていくべきだと思っています。というのはですね、この高齢者虐待法におきましても、その高齢者に対しての虐待はダメですよ。でも実際はですね、例えばこういう高齢者もたまにいるんですね。例えば介護施設で若い介護スタッフのお尻を触ったりとかですね、そういう高齢者からそういったケアラーに対する、虐待というか、セクシャルハラスメントというか、そういうのを認められますし、例えばそのさっき私が精神科病棟の話をしましたけれども、患者さんが医療従事者に暴力をこう振るってきたりとかいうことも実際あるんですね。でそういうのが人ですから、そのいわゆるプロで働いている人も人ですよね、介護士にし、介護の現場の人、そして医療の現場の人も人ですから、なんだとかこうちょっと感情的になった場面もあると思うんですね。そういったことに対しての Q&A とか、この際ですね、こういった法改正をするのであるならば、ですね、やっぱり大臣一度ですね、こういう現場視察も含めてですね、もっともっとそのリアリティというか、現場のことを踏まえた上で、どういった Q&A が望ましいのか、でそしてやっぱり医療とか介護っていうのは、私、現場にいて思うんですけど、お互いがですね、医療を提供する側、介護を提供する側、受ける側もですね、みんなお互いが、協力し合っていいものに作っていくものだと思うんですね。そういう意味で言うと、私はもちろんサービスを提供する側でいろんな問題が起こって、こういう法改正もあるわけでございますけれども、やっぱりそういった我慢ばっかりということもあるので、やっぱりそういうことも踏まえてですね、やっぱりある程度、国としてのですね、現場を見据えた上での Q&A みたいな、ガイドラインというか、大げさですけど、そういう対応をですね、すべきだと思いますが、大臣、いかがでしょうか。加藤大臣。私も最近、精神科の医療機関も視察を行かせていただきまして、いろいろ話を聞きました。やはりそういう中で、やっぱり、Q&A もあるんだと思いますけれども、やっぱりそこで働く方々がよくこうトレーニングされていてですね、いろんな状態に対して冷静に対応していけるかどうか、またそれだけの経験を積んでいるかどうか、やっぱりそういったものがかなり影響するのかなということを感じさせていただきました。このため、精神科医療体制確保研修事業においては、精神科病院等に勤務する幅広い職種を対象に、暴力を未然に防ぐための資質と技術を有した人材を育成するための包括的暴力防止プログラムに関する研修なども実施をさせていただいているわけでありますので、こうしたことを通じて、医療従事者の方々がまずは安心して対応できていただく、そしてそのことは患者さんにとってのプラスにつながるわけでありますから、そうした対応をもしっかりやらせていただきたいと思っております。二木博文君。精神科の患者さんがですね、入院する際に、この今回の医療保護入院もそうでございますけれども、入院したい、治療するから、自分が病気を持ってるからという、その病識があまりない方もいらっしゃいます、そういう中で、自分の意思に反して入院して、それでそういう事案が起こってしまう、そしたら例えばまた入院かというときに、なんか本当に自分が行きたくないところに行かされるようなところしかないわけですね。自分が持っているそういう病気を治すために入院するんだっていうのが本来のそういうありようだと思うんですけども、そういう意味で言うと、やはり現場のことをもう少し把握した上でのしっかりとした対策っていうのは、せっかくこの法改正して、現場を変えていくことになりますので、私はこの、例えば入院してから、退院に向けてのですね、そのアウトリーチ、公益心理士とかですね、そういった形でどんどんその、精神科医、あるいは看護師だけでなくてですね、そういった、一般の生活に移行する際のいろんな人材をですね、増やして、こういったバッファーというか、アウトリーチを増やしていく、それが大切だと思いますけれども、その最後のこと、それでもしございましたらお願いします。既に持ち時間が経過しておりますので、終了してください。二木博文君。じゃあ、次回質問させてもらいます。ありがとうございました。この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。両案審査のため、来る16日水曜日午前9時30分、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は来る16日水曜日午前9時15分理事会、午前9時30分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。